検問とは、古代末期から、中世の日本において、社会的な特権を有した県政のある門伐、家柄、集団を指す言葉、類似した意味を持つ勢い家と組み合わせ、検問税課とも称された。検問と勢い家は、共に、中国の古典に記された古事に由来する語で、平安時代初め頃から使われるようになる。 902年3月13日付大乗官府には、検問、大勢の家などの語がすでに見られ、諸院諸愚王神官あるいは語以上の貴族の意味で用いられていたことがわかる。石関政治の時代に入ると、地方の在地領主が国史の介入を排除するため、検問に土地を省園として寄進して、冬権、赴入権を獲得するようになった。特に、藤原北家でも、 石棺の地位を占める可能性のある一族に鬼神が集中して格差が拡大し、それ以外の貴族が関門として没落するようになった。当時の政治は棺門によって運営されていたため、昭円整理などの棺門に制政策には消極的だったが、政治的権威の基盤である大乗棺国家の支配体制の崩壊も望まれるところではなく、 官物立法の導入などによって、その最低限の維持政策は取られ続けていた。陰性の時代に入ると、藤原北慶の権力の集中に、陰りが見え始め、それと、並行して、自転の君、幸福寺や延暦寺などの大事者勢力、そして官務平家、政は源氏に代表される、武士団を背景とした新しい武家勢力の同僚、などが、 新たな検問として浮上するようになる。これらは、しばらくの間、互いを牽制する形で、並列的に存在したが、やがて平安時代末期の原平合戦の動乱から、鎌倉幕府の成立を経て、いわゆる、昭円高良政の時代に入ると、検問体制と呼ばれる、新秩序が確立されたと考えられている。ありがとうございます。